はい、えー。皆さん、こんばんは。電気通信主任技術者の勉強をしています。えー、専門的能力、データ通信。えー、今日は、えー、第17回目となります。予想問題を解説しています。はいえー、では、始めたいと思います、えーと。光アクセスネットワークの PDS ですね。えー、光の PDS ね。これ、SS、ADS、PDS のある中の一つですね。PDS ですね。 交代域で低損失な光ファイバーケーブルを利用し、えー、設備センター側装置とユーザー側装置の間に電源を必要としない、えー、素子である何とかを設けてですね。これは光スプリッターですね。PDS は光電気変,変換素子とかは使わないんですね。光スリプ、うん 光スプリッターで、いくつでも分割してですね、各ご自宅に送ってます。はい。ね、これは9番。答えは9番ですね。はい、やってますね。はい。で、ちなみにあと、残り SS 型はですね、そんな全くないです。1対1なので、えー、分割はしてません。ね。はい。えー、次ですね。えー、おーおー光スプリッターを設けて、光ファイバー一心に複数の ユーザーザを収容すするるこことととができるとでき、ねはいうね PDS 方式は基本とする光ファイバーシステムの一つに光ファイバー一新を利用し、えー、セルに宛先を付与し、えー、通信速度の異なる複数のサービス信号を多重化して伝送する、えー、丸々 p d s 方式があるんですねこれは、えー、と ATM ですこれはです、ねはい、あと STM というのがあるんですけど基本的には ATM ですね この場合は ATMPDS 方式ということですね。はい、ATM は、あ、それ STM2 つありますね。これ悩みますけど、基本的に ATM、この問題は ATM ですね。はい。答えは1です。はい。やってます。はい。一方、メタリックアクセスネットワーク、音声信号を、えー、伝送することを目的としてですね、構築される、えー XDSL ですね。従来の,の ADSL とか VDSL とかですね。えー、の技術の利用によりですね。高速データ通信サービスを提供できるようになった。えー、まあ光通信の前の段階ですね。しかし、メタリック回線は〇〇なるに従い、伝送損失が大きくなるうーうー特徴を持っているんですね。はいえー、ADSL などはですね、えー、そうですね周波数が高くなると、 えー、損失が大きくなるんですね。だから、えー、程よい周波数というのが実はあるんですね。36だったり、えー、ですね、えー、12だったりとかしてますね。はい。えー、これは周波数が高いですね。あのー、高すぎると、損失が増えてきます。これは8です。はい。やってますね。えー、さらにですね、えー、XDSL 回線は、ドイツケーブル内に収容された ISDN 回線などから受けるなんとかによりですね、えー、これはね、えー、ローアなんですよ。 で、近接ローアですね。はい。近旦ローアですね。近い、えー、まあ一緒に混ざってるんですけどね。近いところにある、信号からですね、電話回線です。AICDN の音声ですからね。それが漏れてきたのが混ざってしまう。ね。これは近接ローア7番かな。はい。えー、これはですはい。そうですね、合ってましたね。により伝、電送特性が、えー、極端に悪化する場合があることから、 これらの特性を考慮した高速、高品質な伝送システムの実現が求められると。ですね。はい。え、以上ですね。じゃあ、続いては、えー、っと、2ページ進みますね。はい。えー、PDS です。同じく PDS の問題ですね。はい。え、PDS アクセス方式について述べたことですね。はい。えー、ABC 問題。A えー、STM PDS、さっき言いましたね。STM と,、えー、と ATM があると。ああと SCM もあるんですね。はい、えー、この三種類あります。で STM PDS は TCM 変長方式。はいピンポン方式ですね、えーえー。によりですね、ユーザー側からの上り信号と設備センター側からの下り信号が時間的に重ならないように一 c の光ファイバーで、えー、双方向通信を行い、 特定のユーザーに特定の帯域を確保しておく方式である。その通りですね。はい、TCM ですね。ピンポン方式ということで、一新です。TCM はね、はいえー。一新方式ですね。はい、帯域を、ね、決めて、先に設定しておくということですね。はい、当てます。はい、B、えーさ、さっきの問題と同じ ATM。 ATM PDS はユーザー側からの上りに1 5 5、ねえー、ミュー,メーター帯。いや、これね、1.3なんですよ。ね、はい。えー、上りでね。で、設備センター側からの下り信号1 3ミュー,メーターこれ、逆の1 5 5ミューメーメターですね。下りの方が、えー、太いんですね。はい。を使用する WDM 技術により光ファイバー 一進の双方向伝送を実現する方式であり IP パケットは CLAD で c r a d で TDM 信号これ TDMA ですねに乗せてですね乗せ替えて伝送するとね。はですねこれ TDMA ですねだから B はもう完全にバスですねもう全てにおいて間違いです はい、C へ行きます。はいえー、SCMPDS 方式は映像信号をサブキャリア多重により伝送するもので,で同軸ケーブルを用いた映像分配システムに使用される、はい、その通りですね,、はいねえー、っと同軸ケーブルを用いた映像分配ですね SCM 同軸ケーブルですね、えー、ということで CA です AC が合ってますか答えは5番になると思いますね、はい、5番持ってますね はい、やってました。はい OK ですね、はいえー。ではページめくっていきますね、はいうん。ちょっとね、ちっちゃいかな。読みにくいので少し拡大しますね。はい、穴目問題になります。はい、えー、いきますね。はいえー、SIP ですね。SIP のメッセージは、リクエスト要求メッセージとレスペンス応答メッセージがある。このうちリクエストメッセージは r f c 3 2 1 2 61で6種類のが標準化されているとですね。えぇ、ー、シップのリクエストメッセージは一般に何とかと言われておりですね。これはメソッドです。はい。シップの場合はメソッドと言われており、えー、主な、用途は次の通りであると。えー、インビ、インビテート、インビテートはユーザーエージェント間の、えセクションを確立するために求め、用いられるですね。えー、最初の、えー えですね、えー。リクエストメッセージですね。はい、こうインビテートから始まって、えー、アークパケットを返していきますね。はいえー、なんとかは、えー、アークですね。おそらくね、アークパケットですね。えー、これですねアークパケットは、インビテートに対するですね、えー、応答メッセージを受信したことを確認するために用いられるリクエストメッセージで、 えーアークにより通信のためのですね、メディアセッションの確立ができるとですね。はい。えー、これ飛ばして、えー、こういうすね。えー、リシスターは、リシスターはユーザーエージェントがシップネットワークに対して自分の位置情報、ロケーション情報ですね、えー、をですね、えー、なんとかと言いますね。えー、それと IP アドレスを登録するときに用いられると。 ねリジスターこれはね URI ですね URIURI アドレスと言いますねはい HTTP コロンスラッシュスラッシュですねこれですね、えー、になると思いますはいはい最後のところですねはいオプションズはユーザーエージェントが他のユーザーエージェントやなんとかサーバーねプロシサーバープロキシプロキシサーバーですねいや能力や状態を問い合わせることができるですねはい では、ちょっと答え確認しますね。A、A はですね、メソッドと私言いましたね。メソッドは16番ありますね。はい。はい、やってますね。E は、Arc と言いましたね。3番ですね。3。はい、やってる。はい。うはですね、A、ロケーションであるということで、ね、これはね、URI と言いましたね。7番。 で、え、A は〇〇サーバー、プロキシサーバー12番ですね。はい。はい、全問あってましたね。はい。えー、よろしいですか。じゃあ続いて、68ページまで移動します。ちょっと拡大しちゃったんでね。えー、ボル IP、あ、VOIP ゲートウェイですね。えー、の問題ですね。えー、で、誤っているもの。はい、一番。VOIP ゲートウェイはデジタル方式の、えー、PD、えー、PBX いや、アナログ電話機などを IP 電話網に接続するため、2000から4000に変換するしたり、えー、コーデック、IP パケット化、シグナル処理などの機能を有している。うん。これは入ってますね。はい。コーデック化、2000、えー、4000の変換、IP パケットね。はい。ができます。はい。はい。えー、1番はあ、正しいですね。2番。 シグナリングゲートウェイは、あ、これはゲートウェイの種類を言ってるんですね、えー、IP 電話網の RTP、リアルタイムプロトコルですね、と共通,信、えー、共通線信号網の、えー、H.225.0、えー、予備制御プロトコルとの間で、えー、予備制御信号のインターワーク、相互確立を行う機能を有している。うん、えー、これはね、 RTP とですね電話網というのは RTP と共通信号の2.55、ねえーえー、呼び出しプロトコルですね、えー、でやるだけじゃなくてね、えー、他にね呼び出しのプロトコルとしては SIP、えーえー、メガコなどがありますね,、はいねえー、などですね予備信号 おのインターワークを行う機能ですね。はい。ね。えっ、ー、と、これ2.55じえっ、ー、と、H323 ですね。はい。だこれはね、2.55っていうのは使われてないですね。H323 ですね。はい。間違いですね。これね。はい。2番間違えてますね。だこの今回の答えは、これは2番です。もう、これは2番確実ですね。はい。ちなみに3番。えー、通信事業者に設置されるア,アクセスゲートウェイ。 ね、今度アクセスゲートウェイはデジタル式 PBX やアナログ電話機などをアクセスもを経由して終了し、えー、IP 電話に接続する機能を有しているすね,こうやってますね4番メディアゲートウェイは音声ビデオなどのデータをです、ね、メディア変換を行ないですね IP 電話網と固定電話網との間 で、データ伝送する機能を有しているんですね。はい。合ってますね。はい。えー、これは、そんな難しくなかったかな。はい、えー、っと、今日最後の70ページいきますね。あ、これも、あの目になります。では、読んでいきます。えー、VLAN。あ、これ結構、VLAN はね、出ますね。毎年ね。はい。で、覚えにくいんですが、なんとか覚えてください。ね。えーえー、VLAN は、ネットワーク構成度追加、削除、変更などが、 発生した場合において、一般に何とか的なネットワーク構成に制限されないで,で、物理的な状態ですね。物理的な状態。だから、VLAN というのは仮想的な LAN なんですね。普通の LAN、従来こう目で見える機械的な LAN は、これは物理的な LAN というんですね。答えは6番ですね。 に限られず例えば遠隔地のンも、あの欄エリアがあったとしても、それも同一のエリアとおしてしまうのがこの v 野なんですね。はいえネットワーク構成ができる機能ですね。v ランはクライアントやサーバー,あー論をですね論理的にグループ分けし、何、えー、とかのブロードキャストドメインを構築するんですね。えー、こう仮想のブロードキャストドメインですね。仮想です。はい 11番、はい。仮想のプロドキャストドメインを構築したもので、VDAN の導入はオフィスのレイアウト変更に柔軟に対応できると。えー、とネットワークのほにゃららを有効できると。ねえー、リソースですね。リソース。8番、はい。ネットワーク上にあるいろんなハードウェアとかね、そういうものをリソースと呼んでますね。はいえー、セキュリティの確保が容易になる。 などの利点があるまた、ネットワークの規模が大きくなると複数のランスイッチで、えー、VLAN を構成する必要が生じるこの場合 IEE802.19 で,、ねで,ね、で規定されているなんとか技術ですね、はいえー、Wi-Fi だからタギング技術タタギギンンググ技術、はいねねえー、Wi-Fi の技術をタギング技術と言いますねを用いて 宛先の v ランを識別することにより複数のランスイッチによる、えー、v ラン環境を、えー、実現することができるんですね。はい、えー、っと、E は、えー、リソースだったかなあ、じゃあえー、っと、U がリソースですね。E は、えー、仮想なのかな仮想。あ、打ってあるのか。あ、そうか、全部打ちました。A だけ打てばいいんだな。えー、タギングだから12番。 はい。全問正解でしたね。これはもう暗記するしかないので、もし覚えられなかったりとかしたら、私みたいにね、このエクセルのこのシートの背面ですね、えー、オレンジ色だったり、色を変えて塗りつぶしてですね、繰り返しね、不得意なところだけをや、やって、えー、もう自然に出るようにですね、暗記していただくっていうやり方もありなのかなと思って、えー、このね、塗り分けをちょっとやっているのを見せています。はい。まあ、参考にしていただければ、 ね。繰り返し勉強するときに楽なのかなと思います。はい、えーと今日は以上とさせていただきます。では、お疲れ様でした。えー、おやすみなさい。